はい、それではオプショナル8関係詞に行きたいと思います。ここでは最後複合関係詞というものをやります。複合というのは何かというと、この関係代名詞とか関係副詞に、この例文でご覧の通り何がくっついているか、エヴァがくっついてますよね。これを複合関係詞、複合関係代名詞とか複合関係副詞って言います。でどんな働きをするのかといったら2つあります。2つ何かといったら、これもうちょっとまとめてみてます。はい、一つはオール的な意味、つまり何でもとか誰でもとかどこでもとかいつでもとか、ね、こういうふうな、全て的な意味があります、ね、複合関係代名詞の場合だったら whatever, whoever, whichever、 この3つです。何でも誰でもどれでも、ね、主語はもしかしたらこれが主語になるかもしれないので S はあってもなくてもです、ね、それに対してこっち関係複合関係副詞の場合は wherever と、これごめん N が抜けてしまいましたが whenever です。この2つしかありません、どこでもいつでも、ね、はい、こちらは主語同士が必ず必要なんですが、ね、こんな働き、これがですね、皆さんのテクストのこちらですね、1つ目の話です。はい、ちょっとテキストをおさらいしておくと、エヴァーがついたもの、これが複合関係詞です。フエバー、ウチエバー、ワレバー、ね、誰でも、どれでも、何でも、ね、そしてウェアエバーとウェネバーはどこでも、いつでもです。はい、anyone who とかで言い換えることができますね。ここで働きたい人は誰だってっていうね、言い換えることができますよね。さあ、そうするとじゃあ実際にちょっと訳してみましょう。Whoever lives in this village knows that he is afraid of dogs. そうすると、この村で住む人は誰だってってことでしょ。つまりここの部分が今日は主語の働きをしてますよね。そして knows that 以下、ね、知ってる内容、ね、つまりこの村で住む人は誰でも彼が犬を恐れているということを知っている、ね、風になります。じゃあ続けて2番、 Help yourself to whatever you want、ね、Help yourself to、はい、自由に何とかを取る、ね、つまり whatever you want、 あなたが欲しいものを何でも自由に取ってください。なんかパーティーかなんかでしょうかね。はい、というふうにあなたが欲しいものというふうに、やっぱこれも名詞化されてますよね。前置詞の後ろに来る、名詞の働きをしてます。では3番、 Tom takes his cell phone with him wherever he goes。 トムは、いつも携帯電話を持っていくんだって。いつかっていうと彼が、どこに行く時も、どこに行く時だってってことですね。はい、そうすると文の要素としてはこれは M ですよね。はい、というふうに最後まとめると、いわゆる関係代名詞ですから、こっちは四角括弧の働き、ね、関係副詞の場合は三角括弧 M の働きをします。はい、では続けて B の話です。今と同じように何とかエヴァを使うんですが、もう一つ実は働きがあって、例え何々でもというふうな情報の働きがあります。例えば何が何とかしても、誰が何とかしても、どちらが何とかしてもみたいに情報の働きね。あるいは、どこへ行ってもとか、ね、いつ何々してもとかあります。そして一個追加してほしいのはこれです。 however ですね。 however はこの情報の時にしか出てきません。しかも however はもうこれ100回ぐらい言ってるつもりですが、この however の後ろには必ず形容詞と副詞を先に入れてください。いいですか。 however rich you are とか、However hard this question is とか、必ず形容詞副詞を先に入れてください。はい。さ、で使い方としてはこれ、たとえなんとかでもだから、どっちももう文の要素にはなりません。ね、M の働きをどっちもしますね。はい。さ、そして例文を見てほしいんですが、例えば Whoever phones me、誰が私に電話をしても Tell them I'm out、ね、私が留守だと言ってください。あるいは次、However hard we tried、 たとえ、私たちがどんなに一生懸命挑戦しても We couldn't finish it by Friday、ね、金曜までには終わらなかった、ね、こんなふうな情報の働きです。はい、これですね。そしてもう一つ、ノーマターで書き換えることができます。ノーマター、ここに関係詞が来ます。ノーマター関係詞ですから、エヴァはつけないでね、もうここはエヴァはつけなくていいからね。 No matter what, no matter how, no matter who, no matter when、ね、こんな感じ。
言い換えると No matter who phones me とか No matter how hard we tried、ね、こんな風に使うことができます。はい、じゃあエクササイズで確認ね。日本語に直します。 Whichever you choose、ね、はい、あなたがたとえ どちらを選んだとしても I'm sure you will take it I will like it、ね、きっと気に入るだろう。 Number two、はい、No matter 来ました。 No matter what you say、ね、あなたがたとえ何と言おうとも I want to change my mind、 私は考えを変えません。はい、3番 However fast I learn、ね、はい、fast を最初入れてね。 However fast I learn、 たとえ私がどんなに速く走っても I want to be able to catch up with them、 はい、catch up with 追いつくです、ね、私は、まあ、彼らかな、誰か人なんでしょうかね、彼らに追いつくことができないだろうというふうになるわけですね。はい、以上複合関係詞に関しては、何でもっていうようなこのオール的な意味と、たとえ何とかでもという情報の意味、ね、そして情報の方にはノーマターで言い換えることができるんだよと、ね、いうことも、頭に入れておいてください。はい、それでは以上です。